中だから通過中松井理沙から組む19番高橋さん20番津軽やりますか。改めましてこんにちは。テストは試験は間違えてないと思いますけど40点満点です。で、普段点が20点あるので40点満点の人は60点なのでそれで単位は確定かな。なのであと2回目で40点あるのでそれで自分で計算してあと何点取ればいいかっていうのを考えてください。だから20点以下の人は多分今回いなかったかな。20点ぐらいだとちょっと苦しいからちょっと頑張らないとっていう気はします。それで、業務連絡だけしてなんで試験やるかって話だけちょっとやって、で今日の話ちょっと私も集中しないといかんのでちょっとウォーミングアップをやらさせていただきます。それで来週今日から来週ごめんなさい、今日休まなかったのは試験だと勉強するのでその詰め込んだ頭の状態で今日の話をしたかったで今日がピークです。今日がピークです。おそらく大学で勉強するってことのその抽象的な理論的な話を勉強するってことのピークで、この科目だけじゃないと思います。ちゃんとした科目だったらでピークです。で来週以降はいろいろあるけどちょっと流すって感じ。なので試験をやってその直後にこれをやれたということです。で予定ですけど来週再来週財政政策金融政策を一緒にやります。一緒にやっちゃいます。これは別に無理はないスケジュールです。でその次に開放体系下によるマーケット、要するに国債の話になったらどうなるかって話を7月最初にやって、で7月2週目に経済成長度の低下、これが難しいでもテストには出します。やってそのまんまテストに突入すると一番最後の週が余っててちょうどいいんだけど、残念ながら私7月20日休校にしたいんですよ。っていうのは7月21日にもうきっちり10時50分に名古屋ドームにいないといけないので、予言終わってからちょっと出るとかなり名古屋に着くのが10時ぐらいになって苦しいからお休みさせていただいて午後から移動します。それでテストが7月27日だちょうど学期の最後で、1週間前にすると学生が助かるのね。去年とか2週間前にやってきつかったって言ったら、いやそうじゃなくて先生すごい助かったの。要するに最後の週ってレポートとか集中するでしょ。だから早めにやった方がいいんだけど、まあしょうがない、普通に最後の週にやります。その分1週間お休みなので勉強する時間はあります。で もちろんこれ全部出ます。で1回目のテストではバットに普通に素直な問題を出しますから、
それは勉強してください。でいろんな人聞いてますけど、折しもみんな選挙権あるでしょ。7月10日だっけ、いやアベノミクスとかで触れるでしょ。その話をちょうど来週やります。ちょうどやります。今日までで理論的な話をして、その理論を使ってアベノミクスの話を来週します。そうするとこういう勉強しないと目の前の3メートル範囲内にみんな決めるわけだ。目の前あの景気良くないから、私も給料も上がらないからアベノミクスはダメだと言うわけ。それだと小学生でもそうじゃなくて、日本全体を見るとなんでそういうことやってるの。で効果もちろん出たり出なかったりしてます。それが本当に悪いことなんですかっていうのを、その判断は私は強制できませんけど、あの小学生と違った目で見られるようになるということで、ぜひちょうど使ってください。もちろんここで勉強したことで全部分かるほどマクロ経済からそこは浅くないですけど、でもエッセンスは今日でお話しします。それでそんなに時間経ってないので試験の話しますけど、試験はやった方がいいです。あの来年例えば私の担当科目だとグローバル経済ってなるんだけど、試験やめてレポートにした途端に手を抜く。俺チェーンにすごい成績がいいけど、それがスパイアだって続いて見てて、経済庁のネタとか講義してないレポートで採用されてました。何が起こるかというと学力がガツンと落ちる。でミクロ経済とマクロ経済とどの学科に行っても普通に試験をやります。やっぱ試験やると勉強するからあの伸びます。で皆さんは前も話したけど、就活で言うとボーダーにいるんですよ。ボーダーっていうのは例えば三井住友銀行っていう超有名企業でしょ、エントリーするでしょ。どうなるかっていうと、いい方に差別される。国立大学、早稲田、慶応、こちらにボーダー、みんな国立大学はこっちに行く。その他大勢進出こっちに行く。いい方に入れるわけだ、ね、で、そうするともう2、3人ずつこう面接じっくり見る話を。で、その他大勢だとこんな感じ。はい、で説明します。まあ、ちょっといいのがいたけど、それは世の中の現実です。でも、学力低いやつだともうすぐバレるからすぐ落ちる。で、いいやつだと残る。ということになるの、私は知ってるので落としたくないんです。それであの前何回か話しましたけど、私はバリバリ経済学部だったので、2年生の前半でミクロ経済学、後半でマクロ経済学やりました。それはもう超パターンね、同時にやるっていうのはパターン。それはどっちでもいい。もし順序だったらミクロが最初で、ミクロ経済学を思いっきり落としました。ですごいいい先生、東大の奥野先生、そういう有名な先生がやってたんだけど、思いっきり落としました。試験やったけど全然わからなかった。それは単純で勉強しなかった。でたまたまおじゃ、それ分かった、それ勉強しなきゃダメだよと分かって、たまたま横浜国大は2年の後半からゼミが始まるんです。でいきなりゼミに読まされた、これミクロ経済学マスマティカルアプローチってみんな聞いたら鳥肌じゃないか、ジンバシカです。でこれを読むだけなら読めるんですよ、英語得意だから。恐ろしいのは毎週1回やります。で毎週1回よくあるパターンで巻末に練習問題だよ。で、あなた何問なのとか当てて決めるわけで、みんな決めてから帰るわけで、はい来週で1問当たるから数学なので結局全部読まないとダメなの。それを2年生の後半でもうガツンってやらされてすごい大変でした。でも今思うのは先生よくぞ勉強させてる。だからいろいろ試験もするしやらせます。これ回すので見てみてください。また1問以上ね。でもページ数は毎週10ページだから、英語得意な人は私もなんか2時間読むのは読みました。そこは先生です。でもう一つだけお話しさせてもらうけど、ちょうど卒業して今社会人1年目の初代地理学、あの地域社会の学生で河合君と言いました。すごい真面目な学生なんですけど、あの思いっきりマクロ経済を落としました。で59点とかだとまあどうしようかなと思うんですけど、これ40点とかだとね、ちょっとやっぱり不正は良くないので素直にもう落としました。初年度なんかもうだからやっぱり57切ると思うし落としてました。で
ただ別に河合君とは仲良かったので、廊下で会った時に、ちょっとマクロ経済が残念だったけど、別に恥ずかしくないから再履修すればいい。で、彼は真面目だから取りました、再履修しましたよ。で、何が起こったかというと、だから試験終わった後、再履修だし、いいやつだし、1点つけてあげようかな、でも、ね、それはかえって侮辱的だし、つって思ってたら、彼は思いっきりの95点でした。そして本人に言ったら、お情けで、お情けで単位もらうのと、勉強していい点取るのどっちがいいですかって話。別に答えは聞かないけど、やっぱりちゃんとやった方がいいんじゃないですかね。で、今 GPA 制度なので落とすとかついちゃうけど、別に落とすのは恥ずかしくないから私なんかいっぱい落としてるから、自慢じゃないけど。それだけです。だから、まあ、あと何回かですけど、ぜひそのまんま選挙につながるような真面目な話なので、ちゃんとやりたいと思います。で、余計な話しましたので、お勉強ですけども、今日はマクロ経済の均衡というふうに題がついてますけど、ISL という話です。で、これをやると、もう ISLM ってことで、マクロ経済学、まあ、伝統的なね、話ですけど、これが分かれば大丈夫という形です。で、世の中でもし公務員試験とか受けると必ず出るものです。で、これが分かれば、まあ、いろんなことができるようになるし、ここに来るまでにいろいろ個別の市場を話をしてたということです。で、まあ、例によって小テストの振り返りをしますけど、第1回テストはもう解答例配信したので見たと思いますけど、小テストなんですけど、簡単に2つだけ、中村さんが利子率を下げれば何でも解決するのか、マネーサプライを増やして解決するのかって話をしましたけども、これはそんなことありません。これは来週話すのでちょっと待っててください。で、ちょうどもう日銀の総裁自身が量的緩和、来週話しますけど、量的緩和ちょっとやりすぎたっていうコメントはしたくないので、利子率下げれば何でもうまくいくとはそれは限らないです。いろんな組み合わせで動いています。だから来週話します。で、上田君が結局どこまで貨幣かって聞いたんですけれども、これは今債券の一部も貨幣って入ってますけれども、本質的にはやっぱり現金と債券と分けてます。で、銀行の預金とかが現金非常に広いでそのまま貨幣って入ってきたのはもう自由に下ろせるでしょ。下ろすのすごい簡単でしょ。で、こういう話が出てきた時っていうのはやっぱり現金を銀行行って下ろすってすごい大変でした。我々の世代はさすがに給料は銀行振り込みでしたけども、我々の親の世代までは、給料を、ね、現金で袋でくれた。で、お金を銀行に預けたり下ろしたり、郵便貯金を預けたり下ろしたりするのも、わざわざ交付駅まで行って、ハンコと通帳を持って並んでやってたから大変だった。で、我々の世代でもまだ、ATM はこんなにいっぱいなくて、せめて甲府駅に行って少しやる。だから、そうするとほら取引費用とか流動性が大きいでしょ。で、それが今もうほとんどクレジットカードですもんね。カード持ってるとそのまんまという形だから、さすがにも銀行に入っているものは現金とほとんど変わらないでしょ。ことなので同じと考えている。ただ債券は根本的に違います。あれは価値がゼロになるというリスクがある。なので、本質的にはもう債券のところであるんです。ということで今日の話ですけれども、今日の位置ですが、例によってくどいぐらいに話します。主体として家計と企業と政府がありました。これも分かりました。で、あんまり出てきませんでした、これ。先週、先々週でちょっと財政政策がちらっと、で、マネーサプライをプラスでちらっと出てきましたけど、あんまり出てきません。でも来週から大々的に出てきます。で、やっぱり、最終的には家計が物を消費するために物を作られて、で、企業がそれを作っている。まあ、サービスでもいいんですけども、作っている。で、市場として働きに行きます。で、物を理解します。で、お金をやり取りしています。ということです。で、大事なのは企業もお買い物をします。それは投資だ。物を作るためにお買い物をします。というところが割と皆さんが今まで知らない。で、これを今まで積み上げてきて、全体がいっぺんに動くという形になります。
マクロ経済の均衡ですけれども、今日やることはマクロ経済、国の経済全体で財サービス市場と金融市場が両方が同時に均衡しているときの、あるいは均衡するための条件を考えます。で、財市場の均衡というのをイメージできますよね。物が作りすぎられていない、足りないということはない。でも金融市場の均衡というのは利子率が決まっているということです。で、なんでそんなことをするかというと、とにかく全部、今まで話全部を財の供給、財の需要、貨幣の供給、貨幣の需要、労働の供給、労働の需要という関係を利子率と国民所得の関係で表したのです。全部に入っている。で、還元をすると、言い換えると、これらが均衡するためにはどういう条件が満たされれば均衡するんでしょうという話をします。で、最終的には財サービス市場と金融市場が同時に均衡している国民所得を求めて、これが完全雇用と一致してるんだったら万々歳、政府は何もすることになります。でも離れているときにはどうすればいいんでしょうということですと考えます。で、今日話すのは ISLM 分析、あるいは ASLM 曲線と呼ばれますけれども、まあ、今日が山場です。で、今日話をするために私はいろいろ準備をしてきたということです。で、マクロ経済学自体はケインズが書いた一般理論 General Theory という本を書いたことと同時に誕生したと言ってもいいんですけれども、ほとんどね、言葉なんですよ。数式なんて一本だけなんですよ。で、やっぱりこういうのって最初書かれた時って分かりにくいので、後の人が、まあ、弟子っちゃ弟子、同じ学派の人って言えば学派の人がもっと分かりやすくスッキリスマートにってことで整理しました。それこれヒックスって人がやりました。で、ヒックスって人は有名な経済学者で、今回してる本はヒックスの本を理解するためのそのまた整理された本って、ややこしい話なんですよね。でもヒックスって人がケインズの言ったことを ISLM 曲線ってことで整理しましたということです。で、現代本屋行ってマクロ経済学の本を買うと、ケインズが言ったことではあるんですけど、ヒックスが整理したことを勉強しているとほぼ同じ、まあ、もちろん間違ってないんですけど、だもしかしたらヒックスの言ったことはケインズの死因とは違うかもしれないですけど、まあ、そこまでは皆さん考えることはないと思います。要するにヒックスが書いたものを勉強しているということです。で、 ISLM 曲線って言ってるんですけど、最初はね、あれと思います。あれっていうのは2次元、縦軸と横軸で表してるんですけど、3つの関係を言おうとしてるから、ちょっとあれと思った。で、2つの軸で利子、国民所得、均衡という3つの概念を結びつけるので、ちょっと伏せたんです。ではいきます。まず IS 曲線からいきます。で、 IS 曲線は投資貯蓄曲線といいます。でも、もう IS とか LM は ISLM で普及しているから IS 曲線で問題ないです。 IS 曲線で覚えちゃえばいいです。わざわざ投資貯蓄曲線で言い換えることもほとんど今ないです。ただ、まあ、言葉の由来としては I はインベストメントで S はセービングということで来ています。で、これを見て想像できるように IS 曲線は財市場の話です。で、IS 曲線とは財市場が均衡している時の利子率と国民所得の組み合わせの曲線です。で、財市場を均衡させるような利子率と国民所得の組み合わせの曲線ということもできます。で、3つ目は私が説明の仕方として考えたんですけども、財市場が均衡したまんまで利子率と国民所得が動いた時の軌跡が IS 曲線ということもできます。で、縦軸を利子率、
横軸を国民所得とすると IS 曲線は右下がりの曲線として書けます。じゃあどうやって IS 曲線が導き出されるのかってことですけれども、これが大市場という話をしました。で、大市場が均衡しているのはこういうとこですよね。こういうとき均衡してますよね。で、需要、これは総供給曲線、こっちは総需要曲線で、こっちの方が需要が大きいのはもうこれは分かっていると思います。で、まず Y で均衡してますよね。 Y のスター1、 Y の米印1つで均衡しています。で、この時の利子率は、利子率は例えば IR、 ごめんなさい、 R1 としましょう。で、今まで話したように利子率が下がると投資が増えます。いいですね、投資が増えます。この青の時に均衡してます。この時に利子率が単純に R1 で、利子率を下げて、下げた時の利子率が R2 だとすると、利子率が下がると投資が増えます。投資が増えると需要曲線はシフトしますよね。シフトしますよね。シフトします。で、シフトすると今度国民所得はより大きいY の米印2つで均衡します。どっちも均衡してますね。どっちも均衡してます。で、この時の方がこの時よりも国民所得は大きいです。で、利子率はこの時よりこの時の方が小さいです。小さいです。で、均衡した時の状態で Y 米1つの時は利子率は R1、 米2つの時は利子率は R2 で、米1つの国民所得の方が2つよりも小さい、利子率に関して反対で R1 の方が R2 よりも大きいとなっています。シンプルですよね。利子率低い方が国民所得が高い。この関係を曲線に書くとこういうことです。縦軸に利子率をとって横軸に国民所得、さっきの関係で米印一つの時は利子率は R の1でした。で、均衡したままですよね。どっちも均衡してるんだから、均衡してましたよね。均衡したまま利子率と国民所得が動いた軌跡をたどります。で、 R1 米印は R1Y の米印一つっていう関係から R2Y の米印2つって関係だとこういうふうに起きますよね。 Y 米印2つの方が国民所得は大きい、その時 R2 は R1 よりも小さい。だからこういう関係ですよね。だから利子率が減るに従って国民所得は増えます。で、まあ、これは意外と直感的に分かります。利子率が低い方がたくさん経済活動が起きているという感じなので、イメージするのは簡単です。比較的 IS 曲線は分かりやすいです。これを皆さん大好きな数式でやります。一番最初にお約束したように最初言葉に言いましたよね。そしてグラフでやって順序違うけど数式でやります。でもこれはスススッと自動的にやります。まず均衡した点ですよね。均衡した点の話をしてますよね。で、総供給 Y で S の方は作った分なので、今まで話したように、まあ、45度傾き1の単純な曲線で表せますけど、単純に YS イコール Y です。需要の方は今まで出てきたように基本的消費で限界消費成功による所得が増える分による消費の増加と投資を忘れないでくださいということです。これが重要です。必ず買うもの、給料が増えると買うもので、企業が買うものという形になります。
んですけど、仮にね、分かりやすい、皆さん大学生なので小学生みたいなのに恐縮ですけど、分かりやすい数字を入れてみましょう。 C は消費は、これは100で 0.8 年間消費成功出る前と入れてみます。で、投資は企業が持っといても投資する分で、利子率が上がっちゃうと投資減りますよね。そうですよね。なので引いてあげます、引いてあげます。で、均衡してる時の話をしてます。均衡してる時の話をしてます。で、均衡してるのでイコールですよね。均衡してる時の話イコールです。でも Y は、これは Y です。供給は Y です。で、右辺にこれを入れてあります。入れてあります。単純に代入して整理するだけです。何も難しいことはない。で、これをというか代入して整理すると、 Y イコールマイナス 50R プラス 1500。 で、分かりやすいように縦軸が R だったから、一時だったから R とすると、 R イコールマイナス50分の1 Y プラス30。右下がりですよ ね、傾きがマイナス3、右下がりが確実ですよ。で、この直線上、まあ、曲線でもいいんですけど、の上だと均衡してるって条件で出したんだから、そもそも均衡してるのを出したんだから、この上では財市場、財サービスを均衡してるってことです。で、それが右下がりの曲線ってことです。で、今100とか 0.8 とかいろいろ入れましたけど、一般的にしても結論は変わりません。でも意外とこの時点でみんな分かってると思いますけど、IS の場合はこの時点で意外とスッとくると思います。で、くどいですけど以上の解説から、 IS 曲線、要するに財サービス仕様で、財サービス仕様が均、ごめんなさい、財サービス仕様が均衡している時の利子率と国民所得の関係は、こういう右下がりの曲線で表せて、それは IS 曲線と言います。IS 曲線と言います。で、まあ、曲線か直線かはとりあえずあまりこだわなくていいです。ここまでいいでしょうか。未来君が先生、もっと簡単すぎるからもっと難しくしてくれと。ここら辺に書いてありますけど。IS はね、意外とスッときます、感覚的に。LM はね、ちょっと感覚的に逆の方向に行くことがあります。で、LM の話、LM 曲線の話が次です。で、LM 曲線は貨幣市場の話です。貨幣市場の話です。で、L と M の由来ですけど、これはちょっと覚えにくい。L はリキュリティプリファレンスです。で、M はマネーサプライです。で、もう、まあ、さっきも言ったけど、今 LM 曲線で普通に通りますから。まあ、覚えた人は覚えてください。私もまあ、20年に1遍ぐらい忘れてます。L って何だったか。普通にあまりにも LM、LM って言ってるから忘れます。まあ、すぐ覚え出してます。それで、大事なのでゆっくりいきますけども、それで LM 曲線とは、貨幣市場が均衡しているときの利子率と国民所得の組み合わせの曲線、あるいは貨幣市場を均衡させるような利子率と国民所得の組み合わせの曲線で、私なりに説明で付け加えたのは、 LM 曲線というのは貨幣市場が均衡したまま利子率と国民所得が動いた時の奇跡です。で、縦軸を利子率、横軸を国民所得、さっきの IS 曲線と同じ形にすると、今度は LM 曲線は右上がりの曲線です。右上がりの曲線です。じゃあ、なんで右上がりなのですけども、貨幣需要と貨幣供給やりました。意外とみんな応用問題なんだけど、正解多かったんですけど、貨幣需要と貨幣供給やりました。
でまずはあの Y1 で R の米印という組み合わせで国民所得が与えられて利子率が与えられて均衡しています。均衡してますよね。でこの時に取引需要が増えて需要曲線貨幣需要が Y1 から Y2 に増えたとします。でこの時は利子率が上がります。ただ R の米印1つの時も R の米印2つの時も均衡はしてますよね。均衡はしてますよね。で Y1 から Y2 に増えた時って国民所得が増えましたよね。所得が上がったから取引需要が増えたっていうことで話を始めた。だから国民所得が増えて利子率も上がったので均衡したまんまと言えます。と言えます。で今の関係を言うと均衡したままで Y が大きくなる、利子率も大きくなるという関係。ここまで意外と説得力かなと、意外とちょっと来るかもしれない。でこの関係は単純ですよね。Y1 の時は Y の米印一つでした。で、Y の2に増えると、国民所得が増えると、R 米印二つに上がりました。で、どっちも均衡してます。このまんま Y がずっと増えると、R が上がってきますよね。だから、LM 曲線は右上がりの曲線ですよということです。で今の話をもう式でバーッとやると自動的に出るので式でやってみます。で金融市場の均衡、総供給は日銀がたたかたたか吸ったお金の分です。単純に貨幣供給量でこういう形で書けます。で、まあ、端的には中央銀行の貨幣発行分ということです。まあ、貨幣の範囲はいろいろあっていろいろありますけど、まあ、来週ちょっとお話しと思いますが、いろいろありますが、端的には吸った分、貨幣を吸った分です。で需要の方は先々週話したように利子率と所得に依存しますよね。お金たくさんあるとやっぱり貨幣需要は増えます。たくさんお買い物するから。で利子率が上がると貨幣需要は減ります。貨幣で持ってると損するから。で今の話を好きに書き直しますと、まあ、単純にね、貨幣供給は日銀が、中央銀行が吸ったもので、貨幣需要は所得が上がれば上がります。単純に Y が増えれば上がるということです。で利子率が上がると下がります。貨幣で持ってなくて債券を買った方がいい。で最低限いるお金はいるということです。で均衡してるっていうのはもう MS と MD がイコールだってことですよ。シンプルイコールってやって代入して、まあ、小学生の算数でひたすら整理してあげます。そうすると縦軸 R 利子率は10分の1 Y マイナス40なので右上がりですよね。傾きプラスですの曲線として出せます。で厳密にはここを価格で割ったりしてあげなければいけないんですけども、あの LM 曲線が右上がりって実は変えません。で単純化するために P を外しました。入れても全然結論は変わります。結論は変わります。以上の解説から LM 曲線はこう右上がりの曲線、まあ、真っ直ぐだったり曲線だったりというのは今はそれほどこだわらなくていいです。
それで IS 曲線と LM 曲線別々に話しましたけども、縦軸も横軸も一緒なので同じ平面に描けます。 IS 曲線をこういう形、LM 曲線をこういう形です。で、IS 曲線の上だと座位子上は均衡してます。で、LM 曲線だと金融子上は均衡してます。で、両方が交わってるってことは、この均衡点は座位子上も金融子上も均衡してますってことです。松崎さんがすごい顔してる。あとゆっくり考えて。いきなり言われても分かんない。こんなことかして。それが勉強の大変なところで分かったときの面白さです。もう一回説明します。IS 曲線、座位子上で均衡してましたよね。LM 曲線、金融市場で均衡してました。金融市場の均衡が分からないとき、要するに金融市場で利子率が決まってました。値段が。お金の値段が決まってました。座位子上は分かりやすいです。物を作りすぎでも、足りなくもないです。金融市場は、とりあえず、銀行といくらでお金が借りられるかという利子率が決まっています。で、こっちだと財市場を均衡しているかどうか分からないですよね。こっちだと金融市場を均衡しているかどうか分からないですよね。でも両者が一致しているってことは、財市場も均衡しているし、金融市場も均衡している。だからこの均衡点では、物を作りすぎでも足りなくもなく、利子率が決まった。その結果、この時点で国民所得は Y1 ですよと。1年終わってみたら、よしよし、こうなったとです。だから、財市場と金融市場の両方で均衡しているときの国民所得は Y1 というふうに言います。で、ここでいきなり大事な結論に飛びます。大事な結論に飛びます。問題は、蓮沼さんが聞いてたのと同じ。ここで決まっちゃいますよね。これだけ取って終わり。利子率もこれになって終わり。決まっちゃいます。で、問題は、もしかしたら、国民所得がもっと多ければもっと多くの人を雇えたかもしれないのに、ここで落ち着いちゃうかもしれません。ということは、もし完全雇用の国民所得と違っていると、非自発的失業が生まれてしまうかもしれません。まあ、いろんな問題あります。インフレとか他にもいろいろありますけれども、最初に気にするところはそこです。マクロ経済が生まれたときに最初に禁止されたことはそこです。失業者が、大世界に大好きな失業者の街に溢れていて、古くからの経済学をほっとけば言ってたんだけど、そうじゃない。それは、まあ、賃金の下方向特性とかありますけれども、こういう状態、決まっちゃったけど、お前少ないだろ。もっと増えろよ、Y さん。というところです。だから、Y がここら辺にいてくれるとよかったんですけど、違うから、じゃあどうしましょうと思います。じゃあどうしましょう。でそこから先は、政治的、倫理的、思想的にいろいろありますので、私も話したいこといっぱいあるけど、それはちょっとここでは置いておいて、とりあえず完全失業を、ごめんなさい、完全雇用を達成したい。もうその時に均衡しちゃったのが完全雇用じゃない。だったら政府は何をすべきですか？っていう話に来週につながっています。まあ、ここまで分かればいいです。意外とさらっとしてますけど、でもここまで来るときに、ここまで来るためにいろいろ積み上げてきました。財市場の銀行とか、金融市場の銀行とかも勉強して、その前の段階で労働市場とかも話しました。そこまで積み上げてこないと今日のところは分からないということになります。で、IS 曲線、LM 曲線の特徴。これは分からなかったら後でじっくり見てくれればいいです。意味が
さっきの2のところの意味と均衡が分かればいいです。ただやっぱりなんか腑に落ちないところあるよね私の35年前の感想を今もついさ加えてここで、ね、頭の中でするから最もだけど何か分かんないぞってあります。それはいつかふっとこう腑に落ちるって似合う向きありますけど、ふっと落ちてきますから、じっくり勉強して。それで特徴を述べます。でここまで来るといろんな政策がこうパパパパパッと簡単に説明できます。でこれを使ってマクロ経済の財政政策と金融政策の影響を明確に説明することができますので、特徴を詳しく見てみます。でまず IS 曲線です。 IS 曲線で、ここまでは一緒、供給と需要は一緒、もう説明しませんこれは。説明します。ただ一つ政府が使う分を入れます。で有効需要が足りないとき財政出動して政府がお金を使うって話をします。だからそれを入れます。あと投資、さっき話したようにほっといても企業は何か作るために投資する分と、利子が上がっちゃうと減っちゃう分を考えます。でこれが毎年学生ややこしいって言うんですけども、ここに B っていうものを入れます。これは投資の利子還元度、利子がちょっとでも上がるとお金借りて投資するのやめようって企業もあるし、ちょっとくらいでは動じない会社もありますよね。すごい安定して儲かってったらちょっとぐらい多くても借りるということになります。ですごいギリギリで商売しているところはちょっとでも利子が上がるとたくさん借りられないから借りられる分が減ります。だから感動反応する度合いです。ちょっとでも上がるともう借りられないという企業はこれは大きいです、大きく減ります。そうじゃないというところはこれは小さいです。でうちは平気だから大した考えないということになります。それでワインのところに税金を入れました。税金を入れました。税金はでかいですよ、まあ、数字言っちゃってもいいかな、まあ、私毎月14万ぐらい税金取ってますよ皆さんだから、今2年生か3年後か、社会人の 6月4号はない、6月からね税金って取られる。だから学名、例えばね大学生の初任給は20万だけど、20万もらえるわけじゃないから、6月になると。所得税20万だっていくらか知らないけど、もらえるのは例えば18万とか15万とかになります。生々しいです。だから、税金が引かれた分からお金が使えるわけでしょ、自分の金は。それを可処分所得っていうんだけど、だから、可処分所得を出すために税金を引きます。で税金はやっぱり所得が大きいとたくさん増えます。所得が増えますので、単純に引かれる分とお金が持ちになるとたくさん引かれる分を足しているということです。でこういう式にしておいてさっきと同じ YS イコール YD 均衡する部分 IS 曲線を出すためにちょっと複雑にして出し方は一緒で代入してひたすら整理するとこういう形になります。で、ここで大事なのは、これ限界消費性向、もう分かりますよね。限界消費性向が上がると、多分分子から引いてるから、傾きはちっちゃくなるんじゃない？上田君、正しい位置で。ね、限界消費性向が増えると、分子から引いてるんだから、これの傾きは緩やかだよね。多分そうだと思う。で、今度は B、この投資の還元度なんだけど、これが分母なので、分母にあるので、単純にでかくなると傾きが小さくなる。分母なので B が小さくなると傾きはでかくなる。伊藤君が OK そうなので OK です。別に難しくないね。
で、LM 曲線ももうちょっと複雑にして出します。考え方は一緒。複雑にしただけ。で、ちょっとさっきの話で価格を入れてみました。価格を入れてみました。価格が上がると買える分が減ります。カップラーメン100円だったら200円になれば、200円しか収入ない人は2個買えたのは1個減っちゃいます。で、貨幣需要も、貨幣需要の所得間モードで、貨幣需要の投機間モードという言葉を入れます。で、今までの話で、所得が増えれば貨幣需要は増えます。そうですよね。所得が増えれば貨幣需要は増えます。でも、所得が増えたときに、すごいいっぱいお金使っちゃう人と、そんなに急にお金いっぱい使うのはね、ごめんなさい。所得が増えた時にすごいいっぱい使っちゃう人と、そんなに急に使う分が増えない人って言いますよね。いますよね。それは性格によります。それはそれぞれです。で、すごいいっぱい使っちゃう人はこれ K が0か。まあ単純に1だと増えた分だけお金使っちゃう。だから貨幣も持ってないとだから。で、所得が増えてもそんな無駄遣いしないで、すぐには使わないとしたら例えば 0.1 とか。になります。で、今度貨幣需要、利子率が増えると貨幣需要は減りますよね。貨幣で持ってるのやめて、トン君が未来君が寝てるのに見て笑ってるのすごい面白い。いや別に 寝ちゃうのはいいや。大事なところだけを脱線させて、留学生がもうここいっぱいいるところで散々注意してきたんだけど、日本人が必ず留学生に言われることは、授業が良すぎて。何だと思う？トークン、can you guess it? Japanese students have a common characteristics that is often said by overseas students. 必ず言われることは何だか知ってる？日本人学生はいつも悲しめたら笑っちゃう。それは2つの意味があるよね。日本はだから安全だから寝ても殺されない。いきなり賞金だから寝るんでね。みんな、今は治安良くなったけど、20年前にニューヨークの地下鉄行って、もし日本の電車と同じようにこう寝てたら、運が良ければおばさんに怒られる。怖いよね。もう目覚めません。どっか連れて殺されます。日本人は安全だから、ここで寝ても安全。まあ教室だと安全だけど、そういう癖がついちゃう。いやいや、ちょっとごめん。大事なとこで。LM 曲線の話。LM 曲線の話。総供給と総需要。で、貨幣需要はこういう形。で、これを詳しく書いて、実質所得にするために価格が上がるっていうのと、その給料が増えたときにそのままいっぱい使っちゃう人、そうじゃない人を区別するために所得に対する感動度っていうのを考えます。で、あ、こっちは H は利子率が上がれば貨幣需要は下がります。貨幣需要を減らして投機的に債券を買います。で、それもちょっと利子率上がってすぐいっぱい債券買っちゃう人と、いや、ちょっと上がったぐらいで、まあ、普通に買え持ってよって人いっぱいいますから、すぐ買える人は H が大きいということです。ということで、イコールにして整理し直すと、こういう形になります。だから、この投機的感濃度、これがすごいでっかい人は、この LM の傾きが緩やかとか、すぐ落ちちゃう人になります。で、こういう特徴を詳しく見ておいて、まず IS 曲線の特徴から見ると、需要、まあ、需要は支出です。需要支出の増加は IS 曲線を右にシフトさせます。右っていうのは、この後3人は残りますけど、英語の教科書だと右って書いてあります。日本語の教科書だと右情報って書いてあります。で、減少すると、需要減少すると、
ISFの左にシフトします。で、限界消費成功が大きいほど IS 曲線の傾きは水平に近くなります。これは IS 曲線の文脈でいうとどういうことかっていうと、利子率1単位の低下に対応した国民所得の増加は大きくなります。これ直感的になんか分かりますよね。いっぱいみんながお買い物するとちょっと利子率下げてあげると国民所得がガーッと大きくなる。今までの話で、次に投資の利子率に対する感濃度が大きいほど IS 曲線の傾きは水平に近くなる。投資自体の増加に対応した国民所得の増加が大きくなる。これも直感的に分かりますよね。利子率下げるといっぱい投資してくれるということです。で、IS 曲線の上側の領域は財政は超過供給、まあ、これはいいです。さらっといきます。で、下側は超過需給ということです。でも傾きのことは大事です。で、みんなわかりやすいこれで説明しますけど、需給曲線の増加は IS 曲線を右にシフトですけど、需要増加してますよね。需要増加しました。で、これ均衡点ですよね。で、この状態から均衡点だと、とりあえず利子率そんなに変わらないとすると、とりあえず右にシフトしていきます。需要があると、こういうシフトが上がりますということです。例えば、政府がこう支出を増やすと、こっちへスススッと動いてくる。で、需要が増加をすると、こうだったのが、こっちこう動きますよ。だからちゃんと色で分けることが、これ、需要が増加したときは、IS 曲線がこう動きます。で、減少すると、こっちに動きます。直感的に分かるでしょう。なんか大きい方に分かります。IS は意外と分かりやすいです。AM が分かりにくいです。で、これはややこしい。ややこしいけど、説明します。限界消費成功が大きいほど、IS 曲線の傾きは水平に近くなる。さっき伊藤君に聞いたやつ、これ限界消費成功ですよね。1から引いてるので、C が大きければ大きいほど、この値はちっちゃくなるんですよね。で、分子がちっちゃくなるんだから、これとしては数字はちっちゃくなるんですよね。だから C が上がる、例えばこの状態から C が上がると傾きが緩やかになります。で、今度 減少する、あんまりみんな買ってくれない、お金を受けても、すると C が減るので、減るので1から引いた分の残りが増えちゃうから傾きが急になります。赤になります。そうすると、あれなかった。ちょっと話としては唐突ですけど、来週につながります。多分利子率を下げたとするでしょ。今までは今日の話は均衡点が出てくるから下げたとするでしょ。下げたときに元の状態だとこういうふうに移動しますよね。均衡した状態のここにしよう。ここからここでしょ。この部分でしょ。でも青だとこれ下げるとここだったのがいっぱい増えます。今までの話とつじつまがってます。限界消費成功が大きいと国民所得の増大が大きいですよね。何か投資するとみんないっぱい買ってくれるから。だから均衡した状態でも C が大きいといっぱい増えてくるんです。で、これも同じ、利子が下がるといっぱい投資
えると、これ大きいと分母が大きくなるので、これ全体が下がります。これ傾きなので、傾きは緩やかになります。でこれが減っちゃうと分母がちっちゃいので傾きが大きくなります。でさっきと似たような形、さっきと同じ結論で、みんな投資するときに利子率がちょっとでも下がると、よし増やそうっていう人がいっぱいいると、僕の人とかはダーンと増えます。であんまり関係ないよっていうのと、利子率を減らしてもあんまり増えます。でこれはさらっといきます。上だと超過供給です、下だと超過需要ということです。これは一応書いてあるけど、さらっといきます。で、LM の特徴ですけれども、貨幣供給を増加させると LM 曲線が下、さっきの話で日本の教科書が右下をと言う、全部見え切らない。アングロサクソンは右、左、上、下ってはっきりしてます。だから下、貨幣供給量を増やすと下で、貨幣供給量を減らすと LM 曲線は上で、さっきと似たような話です。貨幣需要の所得感濃度が小さいほど LM 曲線の傾きは推定で、貨幣需要の利子感濃度が大きいほど LM 曲線の傾きは水平。でも利子率1単位の変化に対応して貨幣需要の変化が大きいので、貨幣市場を均衡するためにより一層の所得変化が必要で、これは分かんないですよね。反対側から考えてます。超過供給と超過需要はいいです、さらっとやってます。でなんで上とか下に動くのってことですけども、貨幣需要です、貨幣供給です。で貨幣供給を増やします、増やしますと均衡してんだから、こっちも均衡、もう均衡で貨幣供給を増やしたら下ですよね。増やした方がこうなっても下がっても下で、とりあえずこの位置とか変わるという感じです。で貨幣供給量増加だと下、減少だと上ということです。でさっきとこれも反対だ、所得が増えるといっぱいお金を使う人の場合は青、所得増えてもあんまりお金を使わない人がいると赤という感じです。で今度は利子率、利子率がちょっとでも増えるとすぐ貨幣を手放して債券を買うって人がいっぱいいると、あ、ごめん赤、この場合は赤で、利子率がちょっとぐらい増えただけではそんなに貨幣を手放さないって人だと赤。でごめん反対、反対だと感濃度が大きいと赤です、で小さいと青です。こっちは直感的にはちょっと分かりにくいので、後でじっくり考えておいてください。で特徴に関してはそんなに習熟しなくても大丈夫かなという感じがします。だから上だと超過供給とか超過需要って話は、さらっとしておきます。ここだけは、ここまではこことこの動きは理解しておいてください。で傾きの話は分かる人で、 IS の方は分かりやすいけど LM の方はちょっと癖があるので無理をしないで、そういうもんだなぐらいにやっといてください。多分違う形で政策についてお話します。というところで今日は終わりです。分かってるのは分からないような
な感じだと思いますけど、ここまでは皆さんの頭だと分かるので、じっくり試験まで勉強してください。で、せっかくこういうのを勉強したので、来週、全部じゃないですけど、今、現実に目の前で起こっているアベノミクスの話を、この ISLM を使ってします。します。で、なんで日銀がその量的緩和とか、なんで機動的な財政出動とかでしょうというのは、これを見れば分かります。今日はアンケートだけにしておきました。Thank you.